はい、こんにちは。西青倉村の山根です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、持続化給付金というものを紹介したいと思います。皆さん知っておられますかね？今、特別定額給付金というものは、こうね、日本におられる方すべてにこう10万円こうもらえるという給付金なんですけど、この持続化給付金というものはですね、中小の法人の方であったり、個人事業主さんであったりね、フリーランスの方に、が、コロナの影響でですね、売り上げが減少したっていうのをちょっと支えてくれるという給付金になります。これはですね、僕も、ちょっとね、健康食品といいますか、化粧品といいますか、そういったちょっと事業をね、やってましてですね、それがですね、そのコロナの影響で売り上げが結構ね、下がったというか、まあほとんどゼロに近いぐらいになったんですけどね、そんな時にね、これを僕は知っていましたので、これがいけるんじゃないかなと思って、こう申請したところですね、これが5月1日ぐらいだったかな。ちょっと期間忘れたんですけど、5月の頭にこう申請して、今日ね、ポストを開けてみるとですね、ちょっとこういった感じで、こう申請書はね、給付金の振り込みのお知らせというふうに届きました。はい、ここにもね、ちょっとね、金額が書いてあるんですけど、まあ、個人事業主の場合は、まあ、100万円が上限なんですけどね、僕の場合はまあ100万円ちょっと足らない、100万円ではないんですけど、まあ、それに近いぐらいの、金額が振り込まれたということになります。ということでね、ちょっと内容をね、紹介したいと思います。はい。はい。経済産業省のですね、ホームページに行っていただくと、こういったね、持続化給付金のこのページがありますので、そこに入っていってください。ですね、給付額がですね、中小法人等は上限が200万円。個人事業主は上限が100万円となっています。のでね、僕は個人事業主の方なので、上限が100万ということになりました。このね、売上減少分の計算方法っていうものがあるんですけど、これは前年度の総売上、括弧事業収入、引く前年同月ですね。同月比マイナス 50% 付きの売上ということなんでね、こうマイナスが 50% 以下になった月かけるですね、12ヶ月分ということなんで、まあ僕の場合は、まあゼロだったんでね、まあ前年度の総売上分が入ってきたということになります。ということでね、これをまあ見ていただくとわかりますけど、そうですね。まあ、入力フォームなんかはね、こういった感じで、まあ、簡単に打ち込むこともできますので、ここですね、ここは口座、自分の口座を、こう、入力してください。あとですね、必要書類はですね、法人の方なんかは決算書とかも言ったんではないかなと思います。ちょっとね、はっきり覚えてないんですけど、まあ、僕の場合は個人事業主なので、2019年度の確定申告書の控えですね、まずは。それと通帳の写し。売上減少となった月の売上台帳の写し。他はですね、こう身分証明書ですね。これはまあ運転免許証であったり、まあマイナンバーカードというふうにね、まあここに記載されています。はい。これはですね、申請方法はですね、まあ、まずホームページにアクセスして、そこからですね、こう、仮登録というかね、そういうのをしますと、自分のメールアドレスにですね、こう入力フォームが入ってきますので、そこからまあ申請、先ほどのね、これですね。これを入力していくという形になります。はい。ではね、ちょっと簡単な説明だったんですけど、まあ、詳しくはね、こうホームページに行ってみてください。
ということでね、まあこれを知っているか知っていないかということでですね、まあ大きくこう変わりますんで、まあこういう使えるものはね、使って、言ってほしいかなと思います。まあね、参考までに、こう、今日はね、放送してみました。ということで、またね、皆さんのお役に立てる情報がありましたら放送していきますので、今後ともよろしくお願いします。では、ここまでご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。